見れる。オッケー。オッケー。ありがとうございます。見直し。見直しがね、ついて名前につけてくださってると、みえちゃんとアナはすごい喜んで、相手の低めツイン高いのはやらないよ、高いのはやらないよ。優等生なんかじゃありませんけど、楽しけりゃそれでいいんじゃないの。人間のなんで、まだ4000人行ってないからやらないよ。ガチなんて偏差値だけじゃきれい。89人です。おん最強ツイッテル覚えないとね。ちょっと前練習したんですけど、もう全然忘れてる。もう青がと自粛中にちょっとやったんですけど、青がと会いたかったで、もう書き消されちゃった。違う。人間の価値なんて偏差値だけじゃ決めらないでしょうが。大人になんかなりたくないよ。このままがいい。人生は短いんだ。好きにさせろよい。こんなやり職業なんなりのなんていいよね。みんなと盛り上がれたらそれだけ幸せさ。今を逃す。こっちって難しいよね。公演中って。ぜひ19日の青が見てください。見てねー。ニッコニッコニー、ニッコニッコニー。先生青春、このままなってやる青春、そんなってちょっと青春。テニス部っぽい。あ、青春ガールズ混乱してます。もうあの12人バージョンを、じゃあ16人バージョンを覚えるのだけでは全然終わんないけど、逆に6人バージョンの方はもう忘れちゃってるからやんなきゃいけないの。死んだらどうなるんですか。それでも青春は続くんだ。大人になんかなりたくない。ニッコニッコニー。人生は短い。人間変わるもんですね。どういうこと。なんでそんなにそうけない。かわいい、ありがとうございます。そう思い出そう、君の方から誘ったくせに。今日国語でなんかあの丸読みがあったんですけど、それであのまだ大抵漢字が読めないんであれなんですけど、お土産が読めなくて、ドサンドサンって読んで , 笑われた。
まあ合ってるんだけどね。中二って一番楽しいってみくるちゃんが言ってた。なんか中二大事にしようと思って、中二が一番楽しかったって。他には、他には別に変な間違いはしなかった。土産土に土をどって呼んで、お土産の産、お土産を産って呼んだ。優しそう、優しいよ、私は優しいよ。なんでこれを、そう、本当に絶対土産の方がいい。これはドッピズ。ドイキありがとうございます。ドサンセ、どれだっけ。ドリュースタンセン、私らサンセン違うわ。サンセンかわいい、いい、青春、私ら青春、青春、みんなも青春、上回らなってほら青春。土曜日はやめます。トウモロコシ、トウモロコシ、トウモロコシ、夏の一番最初に。もう冬バージョンを考えなきゃいけない時期になってきたんですけど、ちょっとまだそこには頭が回らないので、ちょっともうちょっと頭に余裕ができたら考えたいと思います。今はちょっと12周年に集中したいと思います。いやまだ初見さんほぼ読めない。あ、逆にね、確かにホナン、だいたいホナンちゃんって言われる。冬バージョン楽しみにしてね。もうトウモロコシを超える、なんかでも一つなんかちょっと具体的なあの野菜をトウモロコシみたいな、それであとサブ麺をまあ2人ぐらいで、ナスとキュウリみたいな、でも実はそっちの方が好きだよみたいな、そういう感じにしたいので冬バージョンも。入ってましたね、めっちゃ可愛かった。 1,2 歳の子、冬のメインは。でもトウモロコシも夏って言ったらトウモロコシって感じでもない、なかったから、そもそも難しい。ラブリンチありがとうございます。何がいいかなってすごい考えて、なんかいい野菜があったら教えてほしいです。アミエソネ、この歌をずっとどんちゅるちゅるちゃんとずっと今日歌ってた。危ない、めっちゃ名前言いそうだった。見ました、 NMB さん、なんだっけ、めっちゃ可愛い。なんか結構いろんなのね、ジュキにも初の後輩だねみたいな、全然そんな思わんけど。鍋とかおでんの歌作る、あー逆に野菜じゃなくて、それもいいかもしれん。
っかり言いそうになる。でもなんかね、行ったことある気がするな。だけど多分うまくごまかして気がする。大根っぽいよね。太陽みたいなやつありがとうございます。ツル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 かぼちゃも冬だよ。いいね。冬で一番好きなのはじゃがいもしか買ったの。じゃがいも本当に好き。なんでそんなに好き。あとが美味しい。あなのは今学校で当番、私が当番になったら、給食当番になったら、大食感をやってるんですけど、大食感で、まあ、2人でやるんですよ。それでその子にもう麻婆豆腐が出たらオレンジジュースをおごってあげるって言ってずーっと言ってるんですけど、もう半年ぐらい麻婆豆腐出なくって、まあ、私的に麻婆茄子は出たことあるんだよ。で麻婆豆腐は出ないからっていう。だから豆腐って冬？あ、違うな。そうそう、パフェイマシン札幌一番さっぱりラーメン。ギャグ線高すぎ。うどんツルツルさん。大食感って何ですか？一番大きいなんかスープとか入ってるやつ。器、器ってかなんかそう言わないか。ミレイちゃんわかるかな。そういうのを大食感って言うんです。カレーもカレーもカレーも。名古屋弁？名古屋弁ではないかもしれない。そう、鍋がかり、そうそう、それ。そうです、鍋がかりです、それだね。さあ前髪は綺麗になってるでしょうか。ちょっと待って、前髪綺麗になってるか知りたいからスクショしてハッシュタグ杉山なんでツイッターぜひお願いします。はい、もうこれで綺麗だと思う、これで綺麗だと思うから。あ、そんなに綺麗じゃなかったね、多分。ちゃんとバーコードなんていうようになって。正統派アイドル演じてるつもり。君の分厚い声のリレー芸人残ること。格付けやるかと、やりたいけど、あのもうアナ圧勝しちゃうから。162日おめん、365日頑張ります。本当にアバターめっちゃ楽しみにしてるから。何にしよっかな。激激シンプルなやつもいいかもしれん。絶対あかん食材選びそう。何しようかな。じゃあ
でもあのブドウとマスカットとか意外と分かんなそう。実際の身長超えて実際どういうこと？アナンは今でもこの間ミキちゃんとかミオちゃんとかとプロフィール見てたら156点いくつみたいな感じ、156って書いてあるの多分で、今は158.5 158.5 です。このまま160万いってほしい、お願いだからな。そう、アナもミーレイちゃんと出会ってもう1年経ってる、早いよねって話を昨日しててブログにも書きましたので、ぜひブログの方もチェックお願いします。そしてハッシュタグアナナブログで質問どしどしお待ちしております。もう見たら強制ってぐらいで構わないのでぜひお願いします。はい、絶対にいつか採用されます。答えれる範囲でお願い、答えれる範囲の答えれる範囲で答えます。目指すは163。見えちゃう、同時の席が違うんだけど、ずーっとずーっと一緒、本当にずーっと一緒、まだずーっと仲いい、そうずーっと仲いい。席はな、2時はあの離れてたけど、なんか最後の方になんか残って、なんでか知らないけどね、あ同い年の唯一同い年ぐらいの子がいるって思ってね、なんかもう誰かと喋りたい欲が強すぎて話しかけたら小5とか言われて、えってなった。本当にびっくりしたね。それで違ってで、ショールームの説明会みたいな時ももう固まって、気がつけば固まって年少で3人で座ってたんですよね。その時はもう、あミレちゃんいるとは思わなかったけど、名前は知らなかった、なんかニシちゃんいるとか思ってたけど、そうヤッコちゃんいるとか思ってたけど、名前も知らなかったから、その時静岡の子めっちゃ可愛かった。リオのカーニバー、ミレちゃん同い年だと思ったか、まあせめて一個下ぐらいかなとか思ってた。で喋ったら本当に年相応な感じ。見た目はマジで大人。あなたどこにいるの？ねえ、それで、ね、三次審査も、あ一緒ねってなって、ただその時は25番と24番だったから近かった。じゃ隣とずっと隣にいた。ずーっと喋ってた。ミレイちゃんがなんか何時とかな、なんはお昼を持参したことを覚えてる。お弁当を持ってった記憶はある。そう当時見えて10歳、へえって感じ。そう本当に、ねえ受かって、あまあでも本当に打てたいからだろうなこの子とは思ってたんですよ。ね、あんなバキバキなさダンスしててさ、ね、ダンス審査も歌も前後だったしさ、ダンスは一緒にやったし、
弁当はおにぎり派、サンドイッチ派。おにぎりかな。健康第一、ありがとうございます。鮭わかめ、しかかた。鮭わかめ美味しすぎ。年の差感じる？でも感じるかな。なんかでもそんなそれがいいってか、年相って感じはする。あ、でもでも小6あんな感じだったなって感じはします。しっかりしてるけどね、めっちゃ本当に本当にしっかりしてるけど、でもそなんかそアダムの小6の時考えたら、あ、確かにあれあんな感じだったなとは思う。アダムも小5の冬からそういう活動し始めたから。シーチキンは3位までにいます、います。本当にね、鮭わかめ2位がなんかあのなんだっけ、エビマヨ。エビマヨはもうあのセブンのエビマヨは海苔が美味しいんですよ。自分にご褒美とかちょっとしたとか、何食べるんだろう。まあ、大体コンビニしか行かないんですけど、コンビニかスタバか、コンビニかスタバかな。スタバ自分で行ける範囲。なんか大体レッスンの帰りとかに寄ってきちゃうから。梅は食べれないんだよね。スタバ何頼む？この間はダークモカチップ頼みました。でも大体抹茶が多いか、新作に釣られるですよね。って感じです。あなたどこにいるの。これがあることになってよってすごいおしゃれに見えるってことで、ランキング読んでいきたいと思います。13位絵文字さん、12位ねさん、11位ぺさん、10位まさん、9位かさん、8位きゃさん、7位こさん、6位かさん、5位しさん、4位けさん、3位えさん、2位ぷさん、1位じさん、ありがとうございます。初めてスタバ行った時はいつだろう、でも結構スタバずっと好きで、ずっと行ってる。最初はあのマンゴーなんちゃらみたいなやつからハマった。あれは飲みやすいからすごい好き。あとなんかあれのなんかマンゴーなんちゃらのなんかティーを抜くと さらに美味しいみたいなのを聞いたから、今度やりたいと思ってて、けどずっとやれてない。その次に抹茶とか行った、ハマったかな。冬はあの何にもない本当に白いなんかソフトクリームみたいなやつめっちゃハマってた。バニラなんちゃらみたいなやつ。はい、ってことで2452人の方ありがとうございます。コメントしてくださった方ありがとうございます。ギフトと星投げてくださった方ありがとうございます。それではまた明日はどっちでやるか、朝か夕方やるので、ぜひ見てください。ありがとうございました。またなー。